さあここは枠側20センチ近い差がありますか。駒澤に送るショットクロック残り5秒だ。パスに選択、マクリーン、ダンクお返し。いやーダンクリはダンクでお返しを。そうなんですけど、はい、中でやっぱりアドバンテージがあるので。さあ野本ミドルジャンパータフショット決めた。しっかりと野本が決めて滋賀同点に追いついて第1クォーター終了です。20対20の同点です。さあ一旦外空いている野本へ。熊本はゾーンディフェンスです。そうですね、2-3 ゾーンです。外から狙った野本、野本昨日に引き続き3決めています。ミスマッチができている。奪った野本、そのまま一人旅。いやここで滋賀ブレイク続いてますね。さあその無尽蔵のスタミナを見せる相手に対して滋賀はボールをつないでいきたい。モータムがここはやや早めに3。今、7点、あのモータム選手が個人で取ってるんですけど、はい、全部自分のタイミングでのシュートになってるので。あーただ駒澤このタフショット決めた。あー上里がここもプラップでいきましたが、リバウンドは滋賀。さあ走っている3対4のアウトナンバー。そしてモータム、ここで熊本は後半2度目のタイムアウト。 B2 個人先得点まであと6得点と迫っています。さあここはボールつないでクリーナー、しっかり組み合わせもうまくいってますね。そうですね、駒澤中早めに行ってフローターシュート、スクープショットで決めました。駒澤ここでボールを回せるか。ショーディフェンス剥がして駒澤ゴール下入り込んだところを狙っていた枠側、走っているモータム、ユーロステップからダンク。あとしっかりと周りの選手が応えるだけですね。さあ上里入っています。長島、上里、山本、ちょっとさあゴール下のマクリゴール下ハイロープレーはまります。急にモータム選手がガードにダブルチーム行ったりとか、はい、こっちから仕掛けてる、はい、滋賀から仕掛けること。さあ上里の3はここで来た。第4クォーターの男、山本翔太、中のホワイト狙っていた枠側。いやここはでかいですね。ですね、ナイスエースですね。はい、さあ残り1分来た。ゴール下待っていたクリーナー、勝利をぐっと近づける1本。さあここも奪ったぞ。3神里ここで決めた。まだつなぐ、まだつなぐ。外振って山本翔太の3、リングを巻いてリバウンド、ここは田原がキープする。試合終了、最後の最後、熊本も